皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。 B レジェンド大林です。本日はアップライドローイング、肩の種目を解説していきたいと思います。鍛えられる部位なんですが、今申した通り、肩の筋肉、三角筋です。特にアップライトローイングで狙えるところがサイドヘッドですね、横の部分、になります。まあ、サイドレイズなんかでよく鍛えている方は多いですが、バリエーションとしてこの種目も取り入れていただければ効果高いです。何よりね、重量が持てるので、そういった点がすごく魅力的かなと思いますので、ぜひ、やってみましょう。まずはラクとバーベルを使って行っていきますが、足幅、腰幅くらいで、手の幅はそれよりもちょっと、広いくらいでバーベルを、構えます。その状態から、バーベルを上の方に引き上げていく動作になります。動作としてはこんな感じです。で、大体その胸の位置くらいまでバーベルを上げるようにすると、いいかなと。で、大きなポイントです。上げるときにこの僧帽筋を使って首をすくめて上げてしまうと、刺激が三角筋に入りにくくなります。僧帽筋に逃げちゃうので、首を長く保つようにして、肩をすくめないようにして動作を行ってみましょう。はい、いい感じです。で、これ結構その動作的に重い重さをつけても体の反動を使えば上げれちゃうんですね。はい、そうなってくるとどこに効いているのかっていうのはなかなか定めにくい。トレーニングが上手な方であれば、こういうふうにチーキングを使って三角筋に刺激を入れることもできるはできるんですが、まあ、あくまで最初のうちはなるべくストリクトに動作を行うようにしましょう。まあ、あまり反動を使わないようにして上げ下げ、はい。で、そういうふうに行うと結構重量ってあまり扱えないとは思うので、最初は本当に軽い重さでフォームを確認しながらで構いませんので、ぜひ試してみてください。はい、OK。それでは、アップライトローイング、ダンベルで行うパターンですね、ちょっと紹介していきたいと思います。で、動作としては基本的に、バーベルと、注意点は一緒です。ただ、まあ、可動域だったり、その上げる位置が、ゆとりがあるので、その辺で、三角筋に入りやすいような角度で動かしてもらうのがポイントかと思います。で、そこから上げます。はい。この時も、あまり僧帽筋には刺激を入れないように、首をすくめないように行っていきましょう。例えばなんですが、私がこれを行う場合、サイドレイズをやって、サイドレイズで上がらなくなったところから、ちょっとコンパウンド気味にこの種目に移行して行うっていうようなことをして、三角筋に刺激を入れたりとかをしています。それではアップライトローイング、今度はケーブルで、行うバリエーションを紹介していきたいと思います。ハンドルはまあストレートのものだったりいろいろあるんですが、今日は、あえてロープのものに、してみました。じゃあちょっと動作してみましょう。で、動作としてはこんな感じ。で、ロープのハンドルで行う利点としては、これもその引き切るときにその外側の方に若干腕を広げれるので、そうすることで、三角筋のチューブの方により刺激が入れやすいです。上げた時の収縮はこっちの方が意識しやすいかなというのがケーブルで行う利点になります。はい、そうですね。で、これも一緒です。首すくめないように、注意しましょう。はい、 OK。 それぞれ、微妙に特徴だったりがあって、刺激の入り方も違いますので、ご自身に合うような形でメニューにそれぞれを組み込んでいただければなと思います。以上です。ありがとうございます。